高野山ダムは、新潟県中魚沼郡津南町、信濃川水系中津川に建設されたダム。高さ33メートルのロックフィルダムで、東京電力、リニューアブルパワーの発電用ダムである。同社の水力発電所、中津川第一発電所に送水し、最大126,000キロワットの電力を発生する。周囲を山で囲まれ、独自の文化を育んできた、秘境、秋山郷。そこに近代化の波が押し寄せたのは、大正時代のことである。電力会社である、信越電力は、中津川を流れる水を利用して、電力を発生させることを計画。その中核を担う中津川第一発電所は、3台の水車発電機を秋山郷の入り口に相当する穴藤に設置し、採用の切り開けで取り入れた水を400メートルもの高さから落下させ、最大38,950キロワットの電力を発生するというものであった。発電所直上の高台には水を一時的に蓄えておくための調整池が設けられ、これは高さ 19.5 メートルのバットレスダムによって形成された。日本において水力発電用としての本格的なバットレスダムは高野山ダムが初であった。中津川の開発は下流から順次行われ、中津川第三発電所が1919年着工、1921年完成。同年、中津川第二発電所が着工。1923年完成。中津川第一発電所は1922年、着工、1924年に完成した。輸送力を確保し、工事を円滑に進めることを目的に、鉄道路線が中津川沿いに敷設されたが、これは交通の便のなかった秋山郷の人々の暮らしを一変させるものであった。工事に参加した秋山郷の人々の中には、給料の良さから古くからの暮らしをやめる者が多く出たという。その一方で、朝鮮人労働者の作業環境は劣悪であったと言われる。タコ部屋労働の果てに命を落とした人々の遺体が川を流れ下ったという話が、信濃川朝鮮人虐殺事件として新聞を通じて広まった。なお、中津川の開発を終えた信越電力は、信濃川本川の開発も計画していたが遅々として進まず、不況の煽りを受けて、東京電灯に吸収合併されている。戦後、中津川流域の水力発電所は、東京電力が継承した。同社は、中津川の水源にダムを築き、広大な野反湖を誕生させ、すぐ下流には、渋沢ダム及び切明発電所を新設した。1972年には中津川第一発電所で水車発電機を1台増設し、季節発電機の増強と合わせ総出力を126,000キロワットとした。それに伴って高野山ダムでは貯水量拡大を目的とした再開発事業が行われた。旧ダムは撤去され、ロックフィルダムに刷新。これは表面をアスファルトで舗装し水をせき止める表面アスファルト、遮水壁型フィルダムである。また、発電所の出力調整による河川水位の急激な変動を抑えるため、発電所の放水路に逆調整池として穴藤ダムを建設した。再開発の手は下流の発電所にも伸ばされている。1954年、中津川第三発電所を廃止し、代わりに、下船渡し発電所を設置。中津川第二発電所についても1994年に出力を27,000キロワットへと増強。さらに、穴藤ダムから発電所直上の調整池までに存在するわずかな落差を利用した水車発電機が増設され、22,500キロワットとなっている。秋山郷の入り口、穴藤に中津川第一発電所がある。新潟県津南町中心市街地から国道405号を南下、中津川に面した発電所建屋のすぐ近くに穴藤ダムがある。その天場は車道になっている。高野山ダムは発電所から山の頂上へと伸びる水圧管路の先にあり、新潟県道251号、加用今新田津南停車場線から白源ダムを経て、回り込むとたどり着ける。そこにバットレスダムであった当時の面影を残すものはない。ありがとうございます。